皆さんこんにちは。こんにちは。マロンチャンネルです。私たちは夫婦プラスワンで車中泊旅を楽しんでます。今回は福島方面に行きたいと思ってます。はい。そしてもし雪が大丈夫そうだったら新潟方面に足を伸ばすかもしれません。楽しみ。車内はこんな感じです。今回はダイネットモードを使えるようにセッティングしてあります。食事の際は荷物を助手席の方に移動して空間を確保して食事を取りたいと思ってます。じゃあ行ってきます。はい、気をつけて行ってきます。走行距離を測るのでトリップメーターをゼロにします。この車は FF ヒーターがついていないので寒いかなと思うんですが、自分たちの地方よりも少し北の福島県の方に行って FF ヒーターのない車で一晩過ごせるかどうかをちょっと検証してみたいと思います。出発して30分、なんか雨が雪混じりのみぞれっぽくなってきました。あ、いや、もう雪かもしれない。ちょっと大丈夫かな。ますます雪がすごくなってきてしまいました。車も曇ってきてます。常磐道から磐越道に入ったら、やっぱりこれ、雪積もり出しちゃいましたね。だからね、パーキングに休憩に寄ったんですけれども、駐車場はすでに真っ白、雪が降り続いています。高速降りたら雪国でした。その先は猪苗代港ですね。うわ、すごいすごいすごい。ほら、太郎は今日はあったかい格好してますよ。セーター着てね、太郎。今日はどうしても行きたいお蕎麦屋さんがあったので会津若松の方に向かっております。あと 12.2 キロ、17分くらいです。はい、じゃああとちょっとなので気をつけていきましょう。すごい、一面銀世界でね、すごいね。マロン地方では絶対見かけることのないこの風景ですね。冬の猪苗代です。わ、鳥がいっぱいいる。カモ、わ、すごいすごい。冬来たのは初めてだね、こっちね。スキーに来てもこっちの方には来なかったものね、山の方に入っていっちゃうからね。すごい、なんか冬も幻想的。今日は会津若松にある元祖清水屋さんにやってまいりました。はい、じゃあ入ってみましょう。ここの店に来たのは、何が目的かというと、天ぷらまんじゅう、おまんじゅうの天ぷらなんだそうです。はい、で、ここ、こちら清水屋さんが元祖ということだと思うんですが ね、はい、でこれがそのおまんじゅうの天ぷらです。お醤油をつけていただくそうです。はい、こんな感じです。きつみな感じ。揚げまんじゅうに近いんだけど、あの天ぷらだから違うもんね。これまた面白い。面白い。うん、でお醤油がいいわ。そうだね。うん、天ぷらの衣とお醤油がまず来て、うん、後からあのお饅頭の甘いのが来る。うん、面白い。じゃあこのお饅頭をおそばに入れてみます。こういう感じ？はい。そして食べてみてください。そしてこう？うん、わかんないけどね。ああ、美味しい。美味しい。このお蕎麦のつゆと、おまんじゅうの甘いのが合う。合う。そしてお蕎麦ね。十割蕎麦だよ。
美味しい。美味しい。お蕎麦が美味しい。お蕎麦美味しい。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかった。はい、今会津レクリエーション公園というところで休憩させてもらっているんですけれども、こちらはだいぶ雪が深いです。今結構雪降ってきましたね。またはい、こんな感じで雪が積もってます。マロン可愛いんだよ、こうやった。はい、ただいま鶴ヶ城に向かって峠を降りてきました。すごい雪だ ね、 ね、はい、鶴ヶ城にやってきました。三の丸口です。普通の長靴だからさ、そうだね、ちょっと凍ってて若干歩きにくい感じですね。うん、今に若者お堀があって凍ってるね、凍ってます。凍ってるじゃん、すごいすごいすごい。あの雪がほら、すごいね、お堀の上に積もってるから、本当だ、凍ってます。四角が見えます。雪の鶴ヶ城、これがハートの形をしてるんですね。武者橋寺の看板のこっちですね。ぐるっとターンすると、はい、よいしょ。はい、メガネが曇ってみます。五条院を買いに行ってきます。すいません、こんにちは。五条院の、 あの2枚1組のやつ2枚ください。はい、はい、はい、お世話様です。五条院いただきました。ちょっと雪で濡れちゃうと嫌なので車の中で入れたいと思います。ほら、こっちこっちよ、そう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 、鶴ヶ城。はい、鶴ヶ城でした。はい。続いて、あいつと言ったら馬刺し。馬刺しをスーパーで購入して、今日の宿泊場所、道の駅喜多方に向かいたいと思います。はい。駿府城、岡崎城、岡崎城。なんだっけ。どうする？どうする家康。家康。岡崎城、駿府城、はい、そしてここ会津の鶴ヶ城、2枚買ってきました。はい、赤べこ奇病収束。喜多方市内に入りました。会津市内よりも雪が降ってます。ちょっとこれは積もりそうな、ね、積もりそうな感じですね。綺麗、街路樹が白くて綺麗です。どん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 雪深くなっていくんですけど。はい、北の里さん着きました。なんかもう枠がわからないんですけど、わからない、奥行ってみる。あ、お風呂のあれかもしれないね。うん、大丈夫ですか。オッケー、オッケーなことにしよう。はい、じゃあお風呂に入ります。400円。
はい、蔵の湯さんでした。とってもいいお湯でした。美人の湯、美肌の湯だそうです。なんと300円です。はい、そして雪はまだ降り続いてます。これは相当積もりそうですね。これから宿泊の準備をしていきます。今日は馬刺しなのでご飯炊きます。1号です。はい、無洗米なのでお水少し多めに入れました。少し冷やしておきます。ピッ、荷物の移動をします。はい、こんな感じ。あと整えます。完成です。今日はダイネットモードでいきます。マロン餌だよ。パンを混ぜます。犬用のパンです。この顔かわいい。あれ待って、しないうちに食べちゃった。よっぽどお腹が空いてたんじゃない。はい、いつもベッドモードで食事をしたりとかしてるんだけど、足をお姉さんお座りにしてて斜めにしててすごく辛いので、今日はダイネットモード、足が下に下ろせるようにと思ってこんな感じでセッティングをして家から出てきました。で、今この状態なのですが、やっぱり足寒い。下の冷気が直接上がってきちゃうのと、あと足が直接ね、その寒いところにあるから、さてどうしようかということで、北海道セラミックヒーターも持ってきてはいるんですけれども、道の駅だから電源が取れないので電気量の関係で使えません。はい、だから北海道でしのぎます。一応この足を乗せてるところはダイソーで買ったこれ銀マット、うん、銀マット断熱材というかね、うん、はい、これを形に切って、そしてマットを敷いてます。でもやっぱり直接はねそれほどじゃなくても、うん、そう、冷気がねこの全体のね、はい、ということでこれを使ってしのぎます。この馬刺し、うん、淡白なんだけど、うん、味が深いっていうか、うんうんうん、高級なお肉っていう感じ ね、うん、その脂っこくないの全然、うん、もちろん脂 も少ないんだけど、うんうん、だけど美味しい。美味しいね、うん、美味しいね、うん、でも高いよね。高級だよ ね、 高級だね。本当に100円近くすんで一切れが。ね、きっともうちょっと安く手に入るかな、うんうん、もしかしたらスーパーだからもうちょっと安く手に入るかなというイメージだったけど、うんうん、逆かもしれない。結構高かった、うん、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。じゃあ片付けましょう。はい、キッチンペーパー、はい、足元が寒いので下に床の上に北海道をこんな風に置いて、そしてこれをこう乗せていたら、うん、すっごくあったかいんです。全然違います。乗せてない方の足は寒いんだけど、乗せてる方の足はあったかいので、本当は北海道2つ使えばいいのにちょっとケチってます。代わりバンコに乗せて寒さをしのいでおります。ここは何か、常陸太田、常陸太田さん、道の駅じゃなくて、の隣の隣のデイリーストア、デイリーストア、はい、何かです。これが美味しいんだよね、美味しいんだ
うん、やっぱり美味しい。美味しい。うん、美味しい。結構糖分があるよね。ベタベタするよね。収納スペースがある車だったらばきっとこのままねちょんと置くだけで済んじゃうんでしょうけど、まあうちはそういうわけにはいかないので固定の場所にきちんと戻しつつもきちんと線もね束ねて片付けなければならないという。今回インフレーターマットを追加しました。こちら前から使っているマットでこちらが50幅56でこちらが72、若干重なってますけどまあ全然寝れる範囲だと思います。かすりつけてかすりつけてなんでこすりつけてんの。さあ何作ってんの。自分の匂いを、うん、はい、どうしたのかわいいこと。うん、広くなったね。うん、広いからいいよ遊んで。どうぞどうぞ。ただいまの時間は9時50分です。そして運転席側に置いておいたのでその温度が 6.6 度、そして外気温は 1.7 度、車内の温度は 11.2 度です。あ、今 11.3 度になっちゃった。手に持ってるからね。ですから運転席と車内との温度差は約5度ぐらいあります。出入りを運転席側からしてるから、うん、このカーテンを、カーテン効くね、このね、これね、これを閉めて運転席と車内側を仕切ってるんだけど、うん、これ効くんだよね、うん、本当にあのそっち側行くとすっごい寒いものね、寒いのね、うん、だから暖かく寝られるのもそれが、うん、きっとこのカーテンのおかげかもしれない ね、うん、そしてもう一つ出入りするたびにここが結構はだけるので、うん、ニトリのカーテンをこういう形でこのカーテンとカーテンの間にちょっと緩みを持たせるみたいな、余裕を持たせるみたいな感じで100円ショップで買ったこれカーテンを挟むやつですね。で、こう挟んで挟んで、でこっちも挟んで、そしてここは洗濯バサミで、こう映らない、はい、いいですか、はい、こっちもクリップで留めてそれは映らないそうだけど、まあ後で、うん、まあこんな感じでねやっとくと余裕がある少しという工夫をしてます。はい、はい、じゃあ狭い空間で3人で着替えます。せーの、はい、着替え終わりました。はい、マロンも着替え終わりました。マロンも終わりました。ママは寒いのでジャンバーまだ着てます。はい、マロンも歯磨きです。どうぞ。出てきた。ただいま11時25分。運転席の温度は 7.6 度。外の気温は 1.5 度。車内は 11.9 度でした。おはようございます。ただいま5時39分。外の気温がマイナス 1.2 度、車内は 5.3 度です。わ、中は中
は凍ってないですね。結露ですね。はい、はい、じゃあ雪を変えていきましょう。もう凍ってて落ちてこないですね、この辺も。ガリガリですね。こっちか。はい、周りもかなりついてますね。中は大丈夫だと思います。除雪作業をやってますね。邪魔にならないところに移動したいと思います。もう除雪が終わっている場所に移動してきました。除雪作業はまだ続いてます。でですね、路面なんですけども、ね、かなり凍ってます。全面ですね。ですからちょっとこれから道を走るのを気をつけないといけないと思います。はい、マロンの散歩に来ました。今日は外を歩けないので、このような状態なので、こちらの方をお借りしてます。ただですね、おむつしてます。なのでおしっこはおむつの中に出てます。はい、すっきりした。はい、はい、電気毛布なんですが、一番弱いモードで夕べの10時から今朝の7時まで約9時間使いました。で、使っていたポータブルバッテリーブルーティーなんですけれども、残りが 29% ということで約 200W 消費した格好になります。この小型のポータブルバッテリーでも電気毛布が十分使えることが分かりました。はい、太陽が昇ってきてとっても素晴らしい景色になりました。はい、マロンの朝ごはんです。待てよ、はい、よし、はい、タオルを移動します。こんな感じでお風呂で使ったタオルは移動中は後ろに干しておきます。車内は簡単に片付けて、今日は車内の朝ごはんじゃなくて、はい、朝ライ行ってきます。行ってきます。楽しみ、楽しみ。すごい雪だね。うん、除雪はされてるね、綺麗に。そうだね、うん、ただちょっと凍ってるかな、気をつけないと。気をつけないとね。はい、いや、景色がいいです。あ、なんか親っぽくなってない？本当だね。お、川の上、うん、すごい。お、すごいね。すごい流れだ。これはすごい。すごいすごいすごい、気をつけてね。はい、はい、この辺は水が出てます。出てるっていうかちょっとね、でも道路がかなり水浸しって感じ。ちょろちょろちょろっとね、うん、染みてるって感じだね。この程度でいいんだね。うん、そうなんだね。はい、朝ラー1軒目。1軒目2軒目3軒目があるんですか、それって。一平さん、ここ実はここに来てから気がつきました。前にも来たことあります。あります、はい、名前忘れてて、忘れてました、はい、来たことすら忘れてました。この店構えだけ覚えてたんだね、うん、こちらを選んだ理由なんですけれども、朝ラーをやっていて駐車場があるお店ということで検索してここに決めました。ここは7時から
営業です。そう、駐車場はあるんだけど、あのお昼の時間帯しかやってないお店とかもあるから ね、うん、11時からとかいうのが多くて、うん、でここだねって言って、まあ、来てみたら、あ、来たことあるじゃんっていう感じでしたね。はい、はい、ラーメンです。おいしそう。はい、どうぞ。おいしそう。おいしそう。これですよ。これ。いただきます。いただきます。あ、おいしい。うん。スーッて入ってくるね。これなら朝ランとしてね、食べられる。ツルツルっと、うん、これは美味しい。美味しいね、麺も、うん、麺も美味しいし、スープも美味しいし、うん、チャーシューが3倍も入ってるの、うん、結構熱いこれ、うん、バラチャーシュー、本当だ、バラチャーシューですね、3枚1軒目って言ったけど、うん、2軒目は厳しいかもこのボリュームでは、うん、ちょっと時間空かないと、うん、もう一杯だけで大満足の量だよ前回来た時2軒か3軒もあったんだよね、うん、よく食べたな若かったのか、若かったね3年ぐらい前だはい、喜多方ラーメンの一平さんでした。久しぶりに喜多方ラーメン美味しかったです。美味しかったね。じゃあ次は初めての新潟県、はい、柴田城に行きたいと思います。はい、ここから130キロ約2時間半です。やったー、一軒追加、はい、